カルボスは土星の第21衛星である。巡航軌道で土星を公転する不規則衛星でガリア軍に属する。2000年9月23日にブレッド・ジェイ・グラドマンらの観測チームにより発見された。観測にはカナダ・フランス・ハワイ望遠鏡や新技術望遠鏡などが用いられた。発見は同年10月25日に国際天文学連合のサーキュラーで公表され。 S2000S4 S というカリフ号が与えられた。その後2003年8月8日にケルト神話に登場するオウシタルボストリガラヌスにちなんで命名されサターン21という確定番号が与えられた。タルボスの直径はアルベドを0.06と仮定すると1 5トルと推定される。土星からの平均距離は1824万3 0 0 0トルであり、 およそ926日かけて土星を一周している。軌道離心率が0.5を超えている数少ない土星の衛星の一つであり、確認されている土星の衛星の中では最も軌道離心率が大きい。タルボスが属しているガリア軍の衛星は軌道要素や物理的特徴が類似しているため起源が共通していると考えられており、 共通の母天体が破壊された結果がリア軍の天体が形成されたか、あるいは一番大きいアルビオリックスの破片から形成された可能性がある。2002年には北欧光学望遠鏡を用いてタルボスを含む土星の小さい不規則衛星の観測が行われており、色指数は B、V イコール 0.77V、R イコール 0.57V、v アイコール0.88と測定されている。ありがとうございます。